こんばんは。ご無沙汰してます。皆さん見れてますでしょうか。今日はですね、仕事がありまして、この前もなんで、ちょっと別のね、スタジオ、近くのスタジオをですね、ちょっと一角借りてやっております。皆さん、たくさんの質問ありがとうございます。昨日ね、インスタライブやらせていただくと告知したんですけど、あ、ちょっと待ってね、あれ、あ、消えちゃった。ちょっと待ってね、さっきも始めようと思って消えちゃって、まあ一回見えるから、ちょっとつけれたら後でつけますねはい、ということで、今日はですね、ザ・ヘッドがですね、一応無事6話、配信完了いたしました。本当にね、たくさんの方に見ていただけたようで、本当に本当に、皆さんありがとうございます。まだ、見てない方もね、いらっしゃると思うので、ぜひ、見ていただけたら嬉しいななんて思ってます。本当に友人も含めてですね、すごい面白かったよなんて言っていただけることが多くて、はい、とても嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、なんでね、今日はちょっとゆっくりね、リラックスして、短い時間ですがお話できたらなと思っております。よろしくお願いします。早速、質問に答えていきたいと思います。イエーイ。 Miss you too。 はい、いっぱいあります。ランダムにね、ちょっと答えてきます。はい、大好きなんだけど、ちょうど昨日、おとといかな、3日前ぐらい食べました。美味しかったです。お蕎麦はね、いつでも食べれちゃうよね、本当に。このしかもこの夏のね、この今の時期、あ、これですね。ジャニーズジュニアで気になっている子いますか。先日、少年クラブという番組で、美少年というグループを、と一緒にね、音楽をやらせていただいたんですけど、彼らとは、ね、縁があってね、いろいろやらせてもらって、また楽しかったんでやりたいなと。あとね、この間セブン面にも会いましたね。はい、いっぱいいますからね、皆さん、後輩が。どうぞ、山下ともどもよろしくお願いいたします。次、クエスチョン、クエスチョン、はい、ちょっと待ってね。これね、ニキビ対策たまにできちゃうんだよね、俺も。やっぱり最近ね、ちょっとね、困ってんの。この辺なんかニキビできちゃって、どうでもいい話なんですけど、だから洗顔するとか保湿するとか、あとはなんかサプリとか、はい、飲んだりしてます。あとよく寝ることじゃないかな、やっぱりね。あ、はい、次、これそうなんですよ。髪の毛ね、伸びちゃって、本当に切りたいんだけど、ちょっとね、まあ、お仕事の関係上ですね、ちょっとね、まだね、決められてなくて、髪型を。だから次のなんか、そのお仕事に合うような髪型をするために、短くしちゃったらほらね、急に伸びないからさ、ちょっと伸びちゃってますけど、ちょっとすいません、そのうちチェンジします。
すごいたくさん本当に皆さん、ありがとうございます。じゃんけんしたいです。すごいなんかやってみる、あのあるよね、なんかね、あのアニメとかでもね。いくよ、最初はグーじゃんけんポン。いや、はい、すいません、戻ります。失礼しました。夏といえば、まあ、いろいろ人によってあるんじゃないでしょうか、夏のイメージ。僕はね、夏といえば海、海行きたいね。うん、やっぱ夏の海がね、いっぱい思い出ありますよ。僕も高校1年生の時に夏休みほぼ毎日のように、海に通い、そこで海の家で働いてるあのお兄さんたちと仲良くなり、いつもいろんなね、あの美味しいまかないみたいなものを食べさせてもらったりとか、一緒にサーフィンしたりとかしてましたね。16歳の夏だったかな。あ、あと皆さん、私事ではあるのですが、ナイツコールドというですね、新曲、たくさんの人に聴いていただけたようで、本当に本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。いや、自分でもね、本当にこう思い入れの強い、作品になりましたし、本当にそれを皆さんのね、応援のおかげで、いい結果も残すことができまして、本当に本当に、ありがとうございます。いや、なんかね、いろいろな、人に、カバーしていただいたりとかしまして、非常に嬉しく思っております。皆さんありがとうございます。はい、難しいんだよね、すごい。はい、すごく難しいのよ、あれ。聞いていただけましたでしょうか、皆さん。ナイツコール、あ、買いました、ありがとうございます。ちょっと今ね、このライブのコメントを見させていただいております。ありがとうございます。カメラ位置直して、ダメですかこれ、ちょっとこうなのかな、この辺こう、大丈夫、ありがとう。今日もね、ちょっとナイスコールド朝歌ってきました、歌わせていただいてきました。はい、ありがとう。わあ、嬉しいね。やばかつ、何やばかつ、ありがとうございます。なんかね、なかなかこう直接みんなとね会えてないからね、うん、なんか僕のですね、あのお粗末な歌ですけどね、ちょっと生で聞きたい、ありがとうございます。ちょっとね、生で聞きたい、ありがとうございます。どうしようかな、やっぱり心の準備もありますので、そうですね、お礼にといったらあれですけれども、ちょっと後ほどちょっとだけ鼻歌を歌わせていただければと思います。すいません。そう、あとね、本当に本当にこう皆さんの応援のおかげでですね、本当にたくさん新しい景色を見させていただいております。なので、まあお礼と言ったらちょっとおこがましいんですが、次の、投稿、インスタ投稿するときに、ちょっとランダムで僕が100人ぐらいハートをね、ちょっと押させていただこうかなと思っております。なので、はい、もしよかったら、チェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとコメント読んじゃうね。ありがとう。これね、ちょっとはい、質問コーナー戻ります。ねえ、たくさん質問ありがとうございます。はい、意外と皆さんあれですか、
僕食べてるもの結構食べ物系多いんですよ。気になります？なんか別になんか特別なもの食べてるわけじゃないんですけど、フルーツはパイナップルが好きですね僕は。はい、あとグレープフルーツとか、パイナップル、グレープフルーツ、みかんも好きだね。うん、トップ3かな。はい、次、得意料理。最近料理をねちょこちょこね勉強しております。あの動画でもね、インスタの動画でも上げさせていただいたんですけど、はい、この間アボカドとかねサラダとかね作らせていただいた、アボカドトーストとかねサラダとか作らせていただいたんですけど、最近はねあとね、まあ、肉焼くのが結構うまくなってきたね。うん、ステーキをやっぱ焼いて自分で焼くと美味しいのよ。得意料理って言えるか分かんないですけど、結構お肉ビーフをアメリカンビーフをですね焼くことが多いですかね。はい、あ、教えてくれてるのみんなありがとうございます。沖縄もねうまいね。はいはいはい、次よっ、筋トレどれくらいしてますか？筋トレはですね、週結構多いのよ。家にいるほら時間が多かったりしたじゃないですか。まあ、今もそうなんだけどさ、だから割とほぼ毎日のように、もちろん違うところですけど、今日はじゃあ、背筋とか今日は腹筋とかいろいろこう部位を分けてやったりしてます。はい、じゃあちょっとですね、僕の感謝の気持ちを込めて鼻歌歌わせていただきます。ちょっと待ってね、もう一個ぐらいね。これよく聞かれるんですけど、このチリツモですね。はい、もうチリツモです。チリも積もれば、はい、ということで、はい、一日一個でもね、なんか新しい単語を、ね、覚えていくといいんじゃないかなと僕は思います。ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね、今見てます。これはちょっとどういうつもりだい？ヤマピーの二重に住みたい、あれだね、これちっちゃくならないといけないですね、そしたらね。はい、失礼しました。感謝の気持ちを込めてはっはっはっ、すいません、ふざけているわけじゃないんですけど、はっはっは、いいですか皆さん、僕の初めてかもしれないな、こんなふんふんふん、あっはっは、愛の答えが見えなくて君は何を信じる、闇の中光探して、 Baby love you love you love you、夢の中君の声が囁くのは真実の愛か、こんな世界か。ありがとうございました。すいません、唐突にね、でも本当にみんなのおかげでですね、すごくいい作品に仕上がったなと思って、本当に感謝の気持ちを、なかなか言葉だけで表現するの難しいんですが、本当に本当にありがとうございました。そしてヘッドの方もですね、本当に皆さん応援していただきありがとうございました。今でもね、メンバーとはちょこちょこ、グループの、チャットルームがありまして、そこでみんなでこう
トークしたりしております。はい、うん、もうちょっとね、じゃあ質問はい、あれ出てこなかった、ちょっとこれ気になる、これこれね、ジャストウォーターです、ただの水です、やっぱりみんないろんな質問がありますね。毎日2が楽しい、はい、アウトドア派インドア派、本当はアウトドア派、いろいろなとこにね行きたいんだよね、ただ今はちょっと行けないからさ、家で何かこうできる、何が楽しいかなって。でもこの間撮影でね、ちょっといろいろ行ってきたんで、ちょっとそこでリフレッシュできたかななんて思ってますが、なるべくね、はい、本来はアウトドア派でございます。そう感じかな軟水硬水って書いてある、これ軟水だね、そこ気になっちゃう。いやー、ありがとうございます。2歳の娘がずっとヤッホって言ってますヤッホーありがとう。あれ、これちょっと待って、ほら、来て、スクショタイム、これ言わずにやるっていうのはなかなか新しいよね、先にこうポーズから、はい、失礼しました。ということで、またね、近々インスタライブやらせていただきたいと思っております。ということで皆さん、本日はありがとうございました。ということでまたね。はい、切るよ。これどうやって切るんだっけ、これ、ちょっと待ってね。はい、バイバーイ。